突然おしゃれなフレンチレストランアトムだ。はあ、アトムが多いですね。なんかすごいいい雰囲気ですね。わかんないですけど、これクラブイレブンとか、その隣クレーンバーですよ。夜夜バーですよ。こんなところあるんですか。なんか隠れ家っぽくていいですね。クレーン夜はあれですよ、あの、手入れてる。あ、そうなんですか。これ、ここ今日一本大丈夫ですか。かも、いや、本当ですよ。これはあれですよ、寄贈した宝のやつですよ。ここはソンプ。ソン軍が、あの、プライベートで、あの、中国の政治改革とかなかなか問題なくするので、結構ポツポツ来てた。あ、そう、これだ、8、ナンバー8か。ここいいですね、なんか雰囲気が。あ、デザイン事務所が入ってます。すごいっすね、やっぱね、なんかこう、いろいろ。なるほどね。めちゃめちゃ久しぶりです、今日は。あ、ママがいますね。久しぶりに来ました。30香港ドル食べ放題。自分で作ってるとね、正直美味しくないんですよね、ご飯が。するとね、この汁すらもったいないですね、最近。外食した汁をね、持って帰ってご飯につけて食べたくなりますね。世界バリスタ選手権第2位の方のお店みたいです。はい、回ってますもんね。え、ないの。鹿を積むんですよ。うわー、これ体にいいってことですかね。フカヒレ。うわお。香港は高いですね。チョコいただいてたんで、もうずっと甘いもんやめてました。食べます。プロデザインデンマーク、大変軽いメガネです。まあ、形としては特に、通常の形です。で、若干こういったところが、色が入ってて、まあ、面白いかなっていうメガネですね。まあ、通常でちょっとだけこう変えたい方におすすめのメガネですね。こちらプロデザインデンマーク。すごいでかい。やっぱこれを